これの開封だと思ってたんですけど、やっぱどうしてもこれが気になりますね。最近なんか私の動画は話がそれてそれが違う動画になるっていうパターンが、ちょっとこれもなんか一個の動画になっちゃいそうな雰囲気ありますけど、ちょっとこれ取り外してみます。なんかでもこの箱もいいですね。このここになんかちょっと価値を感じるというか、綺麗に開けたいですね。めんどくさくなったので切っちゃいます。取り出せました。まあ紐が何箇所か、玉どうやって取り出すんだろうっていう、結局ここから開けないとダメなのか。なんかこの箱が生かすから、これなんか違う何かにしたいですね。これここになんかこう挟んだりとか。説明書全然使い方わかんないですね。ここになんかスイッチらしいのが、押しても何も起きないですね。お？あ、そういうこと？あ、勝手に想像してたんですけど、電池かなんか入ってて、こう、なんか、ズキューンみたいな音が出るんかなって想像してて、どっかスイッチついてんのかなって思ってたんですけど、明らかに電池入、なんか電池が入るような、なんか、ところがないっていうか、なるほど。これを切って、ここにこれを多分、これどうやって弾入れるんだろう。これか。これ？これなんだ？わかんねえ。説明書あんのかな？これ？説明書入ってました。お、これ引いてなんか弾を全部入れて戻すみたいな。これもここに固定したいっすよね。これ固定ボタンじゃねえのかな。弾を詰めます。できました。ちょっと適当に打ってみます。おおお、すげえ。これは面白いかもしれないですね。ちょっと部屋の端からこの辺めがけて打ちます。これめちゃめちゃ飛びますね。上向けてこう山なりに行くと思ったんですけど、そのままエアコンの方にボーンっていっちゃいましたね。もう直接この辺狙ってみますね。あれ？あれ？全然届かなかったっす。これ気に入りました、かなり。家の中で撃っても、これ威力が全然ないんで。ちょっともう一回やります。まあ、こんな感じですね。いやー、これいいな。このシーンですよね。なんかこれ使ってるうちにスムーズになってきました。ここでちゃんとロックされるようになりました。これでこうやって入れてって感じです。